続きいきます。さあちょっと目印が欲しいな。まあ次、福井市の次すぐ鯖江市に入るんですかね。それともなんか別の市町村に入るんですかね。福井の次は鯖江でいいのか。どうなるの。スマイルバス。延長できないんですね。申し訳ないけど、運営の一存でね、もうこれダメと。延長するなってね、制度に変わってしまいました。外配信者はね、もう礼儀されるようになった。運営からしたらもう害悪なんでしょうから。あ、これ、車道行った方がいいな。車道が広い。このチャンピオンカレーあるじゃん。カルチャンカレーね。いわゆるチャンカレー。公式アプリでも1時間しか放送できないもんね、あれ。その上、電池の消費が激しすぎて、ダメなんだ。今頃多分バッテリーなくなってるよね、公式アプリやってたら。充電しながらでも電池減るからさ。充電しながらで電池減るから。NME はさ、増えてくんだけど。そこは痛いですね。どうすかな、時間余ったらどっかでさ、ソースカツ丼食いたいな。本場のソースカツ丼食いたいな。竹富あたりでぜひとも。米松、本当はここで曲がりたかったんだよ。本当はここで曲がったら福井駅近かったんだよ。8号沿いで言えば。お、薬の置きがある。福井の薬の置きか。わしも腹減ってきたじゃん。鯖江まで14キロ。鯖江まで14キロ、皆さん。敦賀まで57キロ。無理だ、それは。それは無理だ。竹譜が限界だ。なんか食べる時間あるかも。サバイカ竹譜で晩飯を。あ、ソースカツ丼食いたいんだけど。福井の捜査活動、越前ガニとか無理だから。どうせ何かいい香りするな。カツ丼の香りか、それは。カツ丼のいい香りがするぞ。どっから出てんのかな、この香りが。
転車禁止の標識もないけど、自転車 OK の標識もないんだけど、どうするのこれ。でも基本的には車道なんでしょ。基本的には車道だからな、よくわからんね。なんだあれ、ここで2列になってやがる。ありゃー通れんじゃ、信号待ちだわ。よかったよかった。残念ながら、よいしょ。どこまで行くの今。あのサバエ、とりあえずサバエに向かってるわ。今サバエに向かってますね。歩行者の通行を妨害しちゃダメで、禁止の標識なければ歩道を走れ。え、本当にやむを得ない場合とかよく聞くよね。やむを得ない場合は歩道を走ってもいいとか聞くけど、メガネミュージアムは多分行かないですね。サバイに着いた時点で時間が余れば竹譜に向かうという。新車1万2000です。こちら どっちが正解かわからんんだけど、最近なんか法律ちゃんとね、あの 自転車のなんか法律変わってさ、だからあの片耳イヤホンとかと同時にさ、自転車は車道みたいな法律になったんじゃないの。基本的には車道で、やむを得ない場合はね、歩道でいいみたいな。一応21時までだけど、多分ね、あの終電が21時より前に出ちゃうから、まあ、わしは多分終電前に終わりますよ。あの9時前にはもう勝手に終了すると思う。席の上走れませんよ。全部そしたら歩道になっちゃうんだけど、危険に言い出したら。ここなんていうのは別に危険じゃないでしょ。判断基準だよ、そんなの。その場にいた警察がどう判断するかだもん。だから自転車は難しいんで、扱いが。サバイまで13キロ。いや、ちょうど影になっていいわ、この8号線が。ちょうど影になってきてるわ。なんかさ、テレビ番組見てもさ、あの必ず自転車を車道に走らせるよね。テレビ番組でさ、自転車をさ使うときさ、あの後ろに車またたくさんね、あの混雑してるけど、とにかく車道を走らせるみたいな。そうしないと多分苦情が来るとかさ、そういうのでもう無理くり車道を走らせてるよ、ね、で後ろがめちゃくちゃ混雑してるんだ、一般の車では。でも固くなり、やはり車道を走んないとダメなんでしょ。自転車用の車道がないのが原因だよね。自転車用の道路がないの。あ、眩しい。サバイって何かするわけじゃないです。単にあの距離をね、稼ぐだけ。うん、あの何キロ走ったかっていう。それを知りたいだけです。テレビ見ないね、散々言ってるのに。いや、テレビ見ないけどさ。
なるほど。あれが福井県の標準の走りだ。邪魔、怖いって出てくる。弱ったな、本当に。法律では車道になってるのに、車道の方が危ないんでしょ。いや、分かる。うわ、これいけないやつなんだ。川があんのか、この先に。やられたじゃん。やられたの。そこにスロープあるかの。この先川か。階段か。階段きついな、この車。この自転車階段で上がれないよ。スロープないか、スロープ。階段しかないか。なさそう。スロープなさそう。やだな。しかもこの道めちゃくちゃ汚くない？これいけると思う？これあのスロープ使っていけると思う？この道いけると思う？行ってみよう。めちゃくちゃ力いると思う。これは、うわ、無理だろこれ。いや、きつい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 。あ、こっち側使えばいい。こっちじゃなくて、こっち側のスロープを使えばいい。スロープっぽくないけど、こっちの方がいけそう。めちゃくちゃ急だけど。よっこいしょ。なんとか行ってくれ。戻りたくない、あそこには。よいしょ、いった。うわ、急だなこれ。うわ、難所だ、難所が。あ、重い重い、重たい。なんだこれ、最後に最後に。どうしろって言うのこれ。嘘でしょ。うー、なんとか行ったわ。川があるんだここに、でっかい川が。何川？何川これ？このでかくないね。これはちょっとね、初見の人は難しいよ、判断する。上を行くのか下を行くのか。失敗するとああいうことする羽目になる。何側だろうこれ。大井川っていう川の、大井川鉄道みたいな。川の名前の看板立ってないの。無名の川なの。何も書いてない。
レジャーランドって書いてある。レジャーランド板垣店、板垣店って名前なの、板垣大輔みたいな、板垣店。あ、福井家、これ下馬なんだ、ここ。え、これ福井市の下馬じゃん、ここの地名。え、下馬ってあれじゃん、フリークスあるとこだよね。ちょっとフリークスあるんじゃないの、この辺に。例のフリークスが。越前花南道から歩いたんだもん、私。越前花南道からわざわざさ、フリークス下馬店まで歩いて、そこでわざと止まったんだよ。ありそう。下馬でしょ、ここ。確かこれはね、結構大きい幹線道路の沿線にあったと思うんで。ちょうどこの辺じゃないか。そう、蓮井高校っていうのもあった。近いと思う、わしは。そう、力屋さんのとこ。そろそろ歩道行った方がいい。あそこに書いてある、こっからこの歩道は自転車も通れるようになるって。やっぱこっから急に歩道が狭く、車道が狭くなるからかな。こっから歩道も走れるマークが出たよ、歩道の車道側で。あのマークが出たら確実に走っていいんだよね。あの青丸に歩行者と自転車のマークがついてたら。これは走っていい。フリックス見当たんないね。北村覚えてる。もうあれは福井のあわらの湯かけ祭り行った時だからね。いやでもないか、ちょっと行き過ぎたのかな、分かんなかった。ゲーマ店フリークス分かんなかった、潰れたのかもしれんし。マロありますね。キープレスト、キープレフトしてるとかぶつかりにくい気がする。基礎はいていないんですけど、だわしが自己ベストを出すよ。24時間でね、あそこからどこまで行けるかで。あんな場所からね、どこまで行けるか。東海になってきた、東海っぽくなってきた。福井県全然東海と関係ない場所だけど、おお、日産ジャンボフェア。福井県産業会館なんてある。富山県にそういうのない気がするな。石川県に産業展示館あるし、今ここが福井県の産業会館。富山県はそういうのある。すごいね、今中古車フェアやってんのか。車がたくさん新車っぽいのが並んでる。あれ試乗だな、今目の前にある車は試乗車だと思う。テクノホールのことはあれ、テクノホールが産業展示館みたいなもんなのか。
確かにテクノホールで中古車フェアやりますよ。そうなのか、テクノホールって名前がそんなカタカナになってるだけで。テクノホールは産業展示館なの？あ、そうなんだ。それは知らんかったわ。福井県ディスるとこないです今のところ。まあ、私が福井県にまた住んだ時はディスる要素が出てくるかもしれんけど、やっぱり住んだことがないとね、ディスれないですよね。うん、富山県なんていくらでもディスれますよ。え、力屋さんの家はちょっと無理だわ。竹譜らしいけど、ちょっと竹譜で時間ないと思うわ。そんな別に家に興味ないし、家行ったところでわしやることないし。どこに住んでない？石川はいい町だった。富山外配信はね、楽しくない。まああれは好みによりますよね。富山県の外配信のネタっていうのは自然が主だからね。自然相手にするものが主ですからね。石川県はやはり文化、歴史、あとはその芸術、そういうものを中心になりますよ。うん、そこはまるでやっぱ違いますよ。全員薬売りじゃない。まあ、薬売りの話になるとまた歴史の話になりますけど、今この下北陸本線かな、北陸本線が通ってんのか、それとも九十流線かな。これ九十流線かね、下通ってんの。今わしが通ってるのって九十流線かもしれない。越前波南道側から来てるからやっぱ九十流線かも。九十流線でやってた。やたら昆布食べますね。まあ、昆布をね、隠し持ってる富山県民として、あんまり表に出さないけど、大抵家に隠し持ってたり、懐に隠し持ってますね。懐におしゃぶり用の昆布をですね、隠し持ってて、断るごとにパッとね取り出して食べるという。あと昆布締めが好きだね。昆布締めが大好き。とろろ昆布も大好き。なんだな、虫が。北陸はろくなやつがいない。まあその特定の人を、ね、抽出するとろくなやついない。平均は別に普通だよ。得意な人間をね集めると頭おかしいけど、私みたいな人間を集めると。
別な道、わし専用の。え、横山緑、そうそう、横山緑、そうそう、パクリパクリ。和紙専用のね、清水建鉄っていう会社があるね、左側にね、清水建鉄、かっこいいね、清水建鉄。田舎だな、田舎になってきたな。まだ福井市だと思うけど、まだ福井市ではあると思うけど、だんだんと田舎になってまいりましたね。